はい、こんにちは。不動産の目で今の世界を語る YouTuber、国際不動産エージェント IPA 鈴木です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回は もともと去年7月に開催される予定だったのがコロナで1年延期されて今年7月に仕切り直しになった東京かき五輪の話題でいきますね。まず最初にアナウンスからいきます。私、鈴木は聖火リレーのボランティアをやることになりました。 私の住む江東区は東京五輪の中心地でして、区内に10カ所の競技施設が集中しています。もちろん、都内で一番の密集地ですね。そこでオリンピック12競技とパラリンピック8競技が開催されます。そういうこともあり、江東区は都内の他の地域に比べれば、オリンピック熱が熱いんです。 区内の学校という学校にはオリンピックまで残り何日みたいなカウントダウンの掲示物がありますしまたここは注目の人気選手白血病から見事なカムバックを果たした水泳の池江理香子さんの地元でもあります彼女は生まれが隣の江戸川区で所属クラブが江東区内のルネサンス亀井戸ということで思いっきり地元なんですね そういう土地柄もあり、江東区には聖火リレーが2回通過することになります。まずは7月21日、開会式の3日前にオリンピックの聖火が通過します。そして8月21日にはパラリンピックの聖火が通過します。コースはこんな感じです。まず門前中町の 東海岡八幡宮を出発し、永代通りを東へ向かい、我が家最寄りの東洋町駅の交差点で左折して、四つ目通りに入る、その後、1.5キロほど北上して、扇橋2丁目の交差点から清洲橋通りを右折、境川交差点で左に折れて、明治通りを北上して3キロ余り、ゴールは亀戸の香取神社。 ここはあの池江選手ゆかりの神社です。彼女が白血病の闘病生活をしていたとき、復活を祈願するファンが押し寄せた場所でもあります。それで私は晴れて東京2020パラリンピック聖火リレーサポーターに選ばれました。 高等サポーターズという地元のボランティア事務局がありまして、ここで区内を走るオリンピックとパラリンピックの聖火ボランティアを募集したんですね。私が募集したところ、オリンピックには間に合いませんでしたが、パラリンピックの方には当選できました。 すすごく嬉しいです自分の住んでいる町にオリンピックの成果が通りそれをお手伝いできるなんてこんな機会は生涯でもうないだろうしボランティア仲間もすごく盛り上がるだろうなとても楽しみにしていますすこの写真がが成果通る東洋町交差点です5月8日に撮影しています。 この場所を今から74日後にオリンピックの成果が通り、105日後にパラリンピックの成果が通り、私がボランティア T シャツを着てお手伝いしてるなんて、にわかには想像できないですが、よく考えればあと2、3ヶ月後なんですね。今、オリンピックといえばやはり、 コロナの話話題題に触れざるをを得まませせん。何かと物議醸す話題ですす。でが、ぶっちゃけトークさせていただきます東京という都市はオリンピック運が悪くてまずは1940年アジアで最初のオリンピック開催都市になるはずだったのが第二次世界大戦勃発で中止になってしまいましたそのリベンジには24年かかりようやく1964年アジアで最初となる東京五輪を開催できました それに合わせて、世界初の新幹線や首都高速道路が登場し、日本にとっても大きな意義のある大会でしたね。そして今、2020東京五輪はくしくも世界で初めてコロナ禍の影響下で行われるオリンピックになり、前代未聞の1年延期となりました。マジで巡り合わせは悪いとしか言いようがないですね。今も東京はコロナの緊急事態宣言下にあります。 今日の朝刊も新聞各紙が軒並み緊急事態宣言を5月末まで延長という見出しばかりでした。ただ、東京に住む私の生活において緊急事態宣言は何の影響もありません。電車はいつも通り動きますし、飲食店で普通にイートインできます。だから私は毎日電車に乗っていろんな場所に行っておいしいものを食べ歩きしまくっています。 今日の錦糸町の人でも写真の通りで見た目コロナ前と変わりません緊急事態宣言の影響を受けているのは夜の飲食店かデパートみたいな大規模店舗ぐらいでしょうか私は夜飲み歩く習慣もないのでぶっちゃけ影響ゼロです私もそして錦糸町の街を歩く中年以下の男女もみんなマスクしてますし えー、見たところそれなりに対人距離を取って歩いてるし大声で叫んでいる人もいませんおそらくコロナ感染防止に関しては各自がそれなりに十分気をつけて自分のできることはほぼすべてやっててその上で普通に生活して初夏の気持ちよい陽気に誘われてゆるりと出歩いているのだと思います。コロナののリスクがあるるは認めるけど 頑張ってもゼロにはならならいし自粛したところで撲滅できるものではないし緊急事態宣言といったところで結局はスローガンに過ぎず実態として何の行動制限もないので自分で判断して好きな街歩き食べ歩きをしているという感じだと思います私は錦糸町を歩いている人たちにコロナ問題収束への現実的な道を見ています もしコロナというリスクが他にたくさんあるリスクの中に隠れて意識されなくなってしまえばどうなるでしょうか例えばの話日本は車社会を営んでいて毎年約30万件の交通事故と約3000人の死者を出していますが車に乗るときにそのリスクを意識する人はほぼいません。 インフルエンザだって多い時には全国で年間1万人規模の死者を出すわけですがそれがあるからといって緊急事態宣言を出したり飲食店の営業時間を制限するなんてしませんよね。よく考えればインフルエンザのリスクや交通事故の死者は永久にゼロにはできません。でもそのリスクが人々の生活に織り込まれてしまえばそれ自体は問題にならないわけです。 コロナだって真面目に考えれば今後ワクチン接種で 日本で亡くなる方も出るでしょうし、ワクチンが効かない変異株が出るかもしれませんし、リスクゼロには絶対にならないです。でも、選べばコロナリスクと共存はできるわけですね。私はすでに共存の道を選んでおります。今日東京の感染者数が何人出たところで、ああ、そうなのと受け流すだけです。数年後、いや、1、2年後には、みんなマスクを外して街を歩いているかもしれませんね。 リスクゼロなんてありえない。私たちはリスクにまみれて生きている。リスクとの賢い共存こそが人生です。そう考えるとき、無数にあるリスクの中でコロナだけをことさらに問題視するのもおかしいと思うし、今、仮にまん延防止する必要があるのなら、 飲食店とか他県ナンバーの車に同調圧力をかけるよりはコロナ病床確保という本来政治家がやるべき仕事をちゃんとやっているのかを国民、納税者として厳しく監視していくのが筋だと思います。オリンピックに関してもコロナ禍で悲観論が強い中中止してほしいという声は多いし、まあ残念なことなんですが 池江選手本人にもオリンピック辞退してほしいとか中止の声を上げてほしいという無理な要求をする人がいたようですどんな考え方を持っても自由だけどオリンピックや闘病に情熱をかけてきた池江選手に直接そんなこと言う人を私は軽蔑しますね開催について文句を言いたいなら IOC や政府に言うのが筋で頑張ってるアスリート本人に言うのは気が狂ってるとしか 思えないです。私は東京五輪は開催すべきだと思います。無観客でもいいです。人生をかけて頑張ってきた全世界のアスリートたちに、この東京で花の舞台を提供しましょうよ。私は地元東洋町でオリンピックの成果が通るのを精一杯応援しますし、せっかくの機会なので思い切り盛り上がりたいと思います。ということで今日のお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。 さようなら